さあ2022年最初のゲーム、まずは北海道のポゼッションでゲームがスタートです。最初のシュートいいタッチで決めてきました。まずは北海道のボールでゲームが始まりました。そして最初の得点、それで北海道の方にポゼッションが変わりましたね。ここで連続得点が北海道です。対応してますね。さあ波田とがパスでよく反応しますね。久田選手プレーでしたが、ここはボールを奪って速い山口。デモンブルックス、デモンブルックスも突破力があるダンクだ。そしてここデモンブルックス、あの距離から走って一人で突破ですからね、これね。今村、あっとこのパスは読まれていた。早い攻撃を仕掛けている北海道、まだシュートにはいきません。これはいいですね。したデモンブルックス。さあ今度は岸本、ディフェンスでも体を張っていきます。あ、うまいですね。です、ここからハイからロー、はい、スタイでのロング、流れを自分たちに持っていく、そのダンクを決めた。これで同点、キックアウトして外ギリギリ、得点は認められます。でここですよね。さあここうまくパスをスタイでの外を決めてきました。少し落としたディフェンス、寺澤とのマッチアップ、力でいくか。デモンブルックスターンを見せて、ここはうまい技術、よく決めましたね。はい、方向付けをした上で、ダノフ選手がブロックに行きましたね。ナビダトからここですよね。今村、そしてクーリーにはこれは合いません。よく反応しましたね。さあ数は3対3と突破を見せた、決めた。エンドワン、エヴァンスはここでボールを奪われる。これはもうイージーなバスケットを得点を決めました。寺園、その前の流れのこのリバウンドまでは良かったんですが、そうですね、ボールを奪われて寺園、寺園選手はねよく反応しましたよね。はい、さあ前半どのような形で締めくくるのか。岸本しっかりとギリギリまで、ここですよね。琉球としてはね最高の入り、北海道としてはですね少し不本意な形だったんじゃないかなと思いますよね。そうですね。あ、よく見ましたね。両チーム通しての最初のスリーポイント、こちらは葛原で。琉球ゴールデンキングですが第3クォーターを終えましてリードしています。連続得点で自分たちに流れを持っていきたい。右にフェイクを入れてしまった、執念で決めた。得点決めました、山口。なんとしても自分たちに流れを持っていくんだと、この体勢で得点が決まりました。そうですね。近くにボールを運んでいく北海道、下がりながらシュート、フェーダーウェイ、リバウンドキック拾います。橋本、スリーポイントはどうだ。ここに来た、スリーポイント、橋本です。そして岸本、この選手にもスリーがあります。岸本、今日はドライブが光っている。ボールを奪った北海道、ここは完全にイージーで得点を決めます。北海道ブルックスから外に1回戻す、再びブルックスです。すごいですね。はい、岸本モールを奪った寺園、こういうところでもついていきます。さあ葛原の外、あ、よきましたね。ようやく得点決まりました。25番葛原大地っていますが、さあ橋本、橋本選手がフリッピンの株を奪うスティールを狙っていったぞ。橋本、まだゲームを諦めていない橋本龍馬、スリーポイントはどうだ。橋本、キャプテンの橋本だ。残り時間2分を切りました。素早いターンからのシュートも起きて、どん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 仕掛けるべきだと私は思うんですよね。こういうところでもフリッピン狙っています。スティール狙っていたコーフリッピン、そしてあ、いいですね。ただこれを決めるのが、ボールを奪ってデモンブルックス、これは速い。何を仕掛けるか、自ら行くのか。どんどんがゴール下へ。まだまだ食らいついていく。
先ほどのスリーポイント、ここは橋本、うわさあボールを奪った、ボールを奪ったぞ北海道、決まった、まだまだゲームは分かりません。新年早々ですね、なかなか見れないゲームが見れてますよね。さあこのスティールから葛原です。素晴らしい。